それではそろそろイベントをやりましょうか。今日はルールまだ決まっておりませんが、なんかやりたいのがあれば、希望があればどんどん行ってもらえればと思います。
では X エストの前哨戦という形でそれっぽいルールにしましょう。よーし、今のところ11名ですね。誰か追加で来るとかあれば今のうちに教えてもらえると助かります。じゃあ、野地合そろそろストップでこちらに集合してくださーい。やりますよー。ジェミーさーんと、あとこの二人か。はい、 XS と皆さん出ますよね。出ますよね。グリグラさんは出ないの？仕事。土曜日だからね今回ね。ジミーさんは出るの？出らんない。ここ出るよね。大盛りだもんね。大盛りチーム。あれ違う？あれか。宮城か。よし、じゃあ、XS とで組む人はそこで組んじゃおう。本日 2on2 にします。 3on だとね、あの人数がちょっと足りませんので 2on2 で。なので第3ってここヌルポが、ヌルポが台分けで、でエクスパーマキリモチーム、チーム決まってる？誰でもいい。決まってないの？おここはどんなチームだっけ？決まっ、え、ゆうずるくんどんなチームや？ A4 か、 A4 危ない危ない。じゃあここはどうしようかな。とりあえず友座チームも店長と決まっとったわな。友座店長誰だっけ？友座さん3人目誰だっけ？3人目誰になったんですか？野口さん。はー、なるほど。そしたらゆうずるともざ、鈴鹿さんとこはどんなチームだ。もう一人はネモ、鈴鹿、宮、鈴、友座、宮。じゃあ
1,2,3,4 だね。はい、それではとりあえずエクサっぽくやるためにゆうずる友座は優先的に人を取れます。優先的に人を取ってください。はい、で残りで組みましょう。ゆうずる友座こっち来て。僕も出たいんだけど、2回転書いていいかな。僕チーム俺一人でいいかな。ゆうずる友、うん、一人ツーオン。いや僕はね、ゆうずる草。友座さんは誰取る？一人選べるんです。選んでいいよ。グリグラジミニア、グリグラ、なるほど。でジミニアチーム、はい、じゃあとりあえずこれで7チームですか、決定で。今回のルールってダブルイリミとか決まってましたっけ？違うんかな？一発か。前回と一緒だったら、A ブロックの準優勝と優勝を決めて、優勝チームはなんか優先的に。優先的に。なるほどなるほど。で、ダブルイリミじゃない。なるほどなるほど。じゃあ分かりました、その形でやる？やろっか。じゃあそうしましょう。あれ、ペンどっか行っちゃった。予選と本戦で分けます。ほんで予選を1位通過したら決勝は優先権ですね。でもあんまり意味ないか、あんまり意味ない気がするな。まあでもこれはチームの出し合いとかも考えるためにこの形でやっちゃいましょう。ふざけ、常に許可。エクスパーマーカスザギ、ザギチュンリーは連絡取れた？あと
それでは今トーナメント表を作ります。それでは行きましょうか。じゃあヌルポガダイ VS エクスパーマキリで、これ左のブロックと右のブロックで分けましょう。ほんで、まあ1位に決めて決勝戦別でいいかな、そういう形にしましょうか。あ、リーグ戦にするか。全部と当たって左ブロック右ブロックで分けて、じゃあリーグ戦ね、予選はリーグ、決勝はトーナメント。じゃあ A ブロックがヌルポが台でエクスパーで2回転鈴鹿宮、キャラクター固定にしましょう。で B ブロックがトモザグリグラ、もう一人来たらここ入りますんで、1、2、ユーズルクサ、ジミニア、ではキャラクターは固定にしますので、まあみんなメインでいいのかな。メインキャラじゃない人いますか、むしろいないかな。ニアさん入ってますからね。ジミーさんとチーム、ジミーさんとチーム、メインキャラじゃない人いませんね、大丈夫。じゃあ僕はね、バイソンとホンダ、はい、それでは始めていきましょう。予選ブロックは1位2位を決めます。そして決勝戦が まあこの形になりますね。はい、ヌルポが大来てください。そしてエクスパーマキリ、ここと対戦です。最初はグーじゃんけんほい、 1P2P、ワンピ、じゃあね、上のピンク色のボタンを押してください。先方は申告です。ピンク色のボタンいっぱい入れちゃって、ピンク色のボタンボム入れちゃって、クレジットは入れなくていいですよ。ははクレジットを入れてください。うん、オッケーオッケー、はいはい。では次の試合2回転 VS 鈴鹿宮となります。よろしいですか。じゃあ先方はもう座っちゃったね。オッケー、それでは始めていきましょう。
まずはマキリケン VS ヌルポガエスケンと、さあこの2人、はい、あんまり戦ってんの見たことがない。ないですね。まあ、マキリケンはしょっちゅうバーサスいますけど、ヌルポカさんはまだそこまで完全常連というわけではない、はあ、この人、はあ、大盛り系なのか。さあ箱がある、下ぎ飛べない。うわあ、行ったけど S 剣使い、みんなあのめくり立つ巻きやりますけど、うん、リスクとリターンがあんま見合ってない気がするんですよ、はあ、まあリターンがどんくらいあるかというと、せいぜい竜巻ダイヤし。ああ、そうですね。ですよね。ああ、弱小か。うまいな。中小竜は暴れだとこのゲームあんま強くない。そうですね。ダウンしてくれないとね、2ヒットしないと。温存しますからね。さあ、あっちゅう間にマキリが取って大竜が出てくる。ですね。ナイさんは3人目が。誰だっけ、また忘れちゃった。さあエクスパーマキリチームも3人目決まってないそうですね。あ、なんかあれですよね、結構その外人チームなのかなと思ったけど、うん、なんか決まってないみたいですね。決まってないと、あ、みんな斡旋希望みたいな。エクスパーさんなんか、日本人がいいですってツイッターに書いてたような気がしますけど、あれ大足波動で確定じゃなかったかな最後。どうなんすかね、その内足も、ね、波動大足波動ですか。あ、うわ出なかったけど暗い投げ、残り2ノットになったら昇竜拳重ねる方がいいです。あ、え、竜拳でも相打ち取れます。相打ちになります。あ、なるほど。さあ、お、今空中くらいいいですね、うん、あの辺のテクニックは X でまだあんまり浸透してないですけども。あ、そうかもしれない。おっとっとっと、なんか昇竜あるともう昇竜こするみたいな感じはありますよ ね。結構なんかベガ使いとかはもうないから、ないから空ぐらい、ね、飛ぶっていうのは結構見る気がします。あれはね、空ぐらいを狙ってるのもありますけど、リバーサルのデビルリバースとか、ね、あ、デビリバーでゲージが欲しいんですよ。ああ、サイコじゃないんですね。サイコはその後に取っとくんですよ。一回空ぐらい、食らって、はいはい、その後にまだ出るんで。なるほど。2回分貯めて、とりあえず上ためというか下ためを使ってっていうことです ね。なるほど。2回貯まると結構、あ、まあ、優勢になるんですよね。そうっすよね。まあ逆に言えばもうそれで貯めていかないと何にも起こらないっていう、うん、そうですね。さあそんなん言ったらエクスパー竜が押してるけどゲージが第3の方にある。さあ大昇竜シンプルな昇竜確定ですね。これが今リバーサー何なんでしょうね。出てたんだろう、波動っぽいですね。波動かな。さあ、おっと、これあれもね強いんすよ。あ、そうっすよね。あの場合だとね何も入んない、うん、大体対空で足払いを用意してるんで。そうですね、それがちゃんと台足置けてないとっていうことですね、はい、今狙ってやっシンク対空してますね。うん、まあガードでも別にいいんであの技強すぎるという話ですね、はい、さあ大竜が足に詰めるが端っこはエクスパーの陣地、しかしこれで、あー、おー、繋がる、飛んでて死んだ。ちゃんと引きつけてジャンプ強キックを押せている、うん、そうですね。まあ、今第3的にもまあ地上にいたらもうそれで当た、はい、なんだガードしても死ぬっていう状況で出したんだと思うけど、はい、これだけっていうので通されちゃいましたね。そうですね、あそこもやっぱ波動真空とかをちゃんとやらないと、うん、ボタン話でね、はい、わーっと、はい、お返しの3段からのこれはきつい、削り使っちゃう、そして投げる、7ヒットじゃなくてヌルトガダイが勝利。次は2回転
対鈴鹿宮、はい、鈴鹿宮チームが 1P で2回転1人チームが 2P。 あ、先方は、はいはい、 OK ですので、さあ 1P 鈴鹿ダルシム対2回転バイソン、キャラ的には鈴鹿さん取っとくかなと思いましたけど、先に出る、あーヘッド引っかかる、これがダルシムが嫌でしょうね、ファイヤーに合わせられるのが。これあれ、あー垂直大 P だからガードできたんか、あーここもかほぼ確定でしたね。ヘッドをよく見て投げ返す、画面端はもう相当きつい、モード入ってますね、一発なんか当ててってしたいけど対応がしっかりしてる、うまい。この前ちょっと本当矢口マリーですね、完全に。ほうほうほう、チューチュー、ファイヤーに合わせたかったけど、うわー素通りからユンピョか、手出してた、インフェルノフルヒットして、これは厳しい、もう何も食らえないぐらいですけれども、相打ちで取られて鈴鹿さんの勝利。さあ2回転さんの、2キャラ目ホンダ、さあ鈴鹿さんの本田戦はどうなんかという感じですが、しっかりチョップで落としてますね、対応がしっかりしてる、とはいえ寄られるとかなり厳しいと思われ、投げ返し、ああうまい、わざわざインフェルノ出しに行く、客観とか頭突き引っ掛けて端っこではめ殺したいっていうのが本田側のこう希望する展開だと思うんですが、そこをさせない、あー飛び引っ掛かっちゃうんですよね。あーどすこいしたいところをドリルで避けに行ってるのがうまいっすね。もうこう接近戦にさせないっていう強い意志が、完封鈴鹿宮チーム勝利。はい、エクスパーマキリ対2回転エクスパーマキリチーム対2回転1人チームですね。最初の試合で負けた同士で試合やってもらいます。はい、2回転さんの1キャラ目と、あとエクスパーマキリチームも1人目決まってるみたいです。ヌルポが第3と、あと鈴鹿宮さんのチームで、
この試合中にじゃんけんしてワンピーツーピー決めといてください。さあ、マキリ剣は本田戦どうでしょうか。昇龍波動で押して、その後百列をしゃがみ中パンで返す。この前飛んで押し返し、さあここでどうする。ずんずん歩いてきたのを昇龍で根元じゃないけど、まあ落とせたから OK という感じでしょうか。波動で押して、波動で押して、ここは本田側はなかなかやりづらいけど昇龍があるから3回削り切る。よく見ていた。百列出したいところをちゃんとシャガチュー置いてます。昇龍で対空、マキリうまいですね。あー3段入ってもう禁止。何を、なんか最後ごちゃったけども、マキリがストレートで勝利。2回転の2キャラ目バイソンですね。はい、2回転バイソン。さあケインはちょっとバイソン側としては竜よりも嫌なんじゃないかという気がしますけれども、ヘッド、もうゲージ止まってる。歩いて膝、3段しないけども勝利引っかかっちゃう。でも有望が、まあ、ここはたまらずクレイジー出して、チューパングランドが強い。置き技としても最強だろうと思うんですけども、アントビ失敗して投げられちゃって、表裏で中から台しっかりつなぐ。おお、歩き投げが冴えてる。3段取っといた方が良かったか。2回転の勝利マジか。さあ大将のエクスパー、ヘッドをもう3回ぐらい見てます。たまりましたね。つながってる。中足から生でつながる。タンパからグランド、ヘッド出して、勝利のスカリーをしっかり逃がさない。シャガ台で竜巻もとがめていく。如意棒の戻りに波動はうまかったけど、この状態相当厳しい。エクスパーなんとか切り返したいが、どうする。グランドが最後まで刺さって2回転の勝利。じゃあヌルポが第1チーム対鈴鹿宮チームお願いします。はい、OK です。はい、宮剣対ヌルポが S 剣では、また剣対決。そうですね、さっきもそうでしたね。はい、さあ S 剣の方がかなり有利と、はい、言われてる組み合わせ。ちょっと波動の性能が違いすぎるので、そうですね、あと昇竜と地上で戦いたい技も、うん、S 剣が軒並み強いという。確かに。うわとりあえずフォローで出した昇竜拳。さあ空達投げ、これはちょっと
痛いもの食らってしまった。おお、狙いはいい、狙いはいいが間に合わない、最大取ろうとしたけどって感じでしたね。良かったですけどね、狙いはね。さあ塗る、おー、うわー、これですね、この S っぽい技。さあ、しゃがみジャックパンを起こした。なんだなんだ、我慢できるか。ちょっとヌルポガさん端追い詰めて、きついなこれ、落ち着いてって感じですが、どうだろう。波動波動、あーっと、カラジャンプ、ここはバレていた。技を出すとあれ負けるんですよね。うん、最後宮瀬さんも我慢してましたね、はい。まあ、鈴鹿宮チームはここまで、はい、今のとこ負けなし、負けなし。さあ第3は普通というか、うん、まあ、スタンダードそれものという感じですね。そうですね、このファンタジー感は別にない、はい。おお、3段つながってる、アッパ ー, ッパー、ナイスアッパー。対空でアッパーが出るだけで、うん、竜の強さは1段上がりますので。ああ、そうですね、ほんと強いですからね、技、うん。さあ、またしても重ねが、これ好きなのかな、あれ気持ちいいですよね。はい、なんかもうずっと昔に、はい、剣の立ち台アッパーと、はい、竜の X のね、はい、アッパーの判定の違いを見たんだけど、はい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 、もうめちゃくちゃですよね、竜はね。全然違いますよね、うん、なんか後ろの、なんか肩の後ろの方まである、これはめくり落ちるわという判定をしてます。う、うん、さあ、しかし出てくるのは鈴鹿、鈴鹿が待っている。 X ゲーマーズ、こんばんは。あ、こんばんは。さあ、中ゴス当てて、この2人は大森系、うん、大森なんですよね、1軍2軍なんですかね、あのチームは。あー、なんかまあ毎度メンツが、うわー、何も繋がってないけど何も繋がってないけど、まあなんかメンツがいるチームは、チームというかところはなんか分かれるんですかね、はい。昔は、うん、その大きな大会出るときに、はいはい、チームがいくつかできるような場所だったら、うんうん、予選をやるみたいなことはやってましたね。ああ、そこの代表みたいな。そうですね。あ、さあ、しかし鈴鹿が圧倒して、これで2-1 1-2 と、ではエクスパーマキリチームと鈴鹿宮やっちゃいますか。ここで鈴鹿宮連戦で、オッケー、じゃあリセットしてください。緑色のボタン、はい。さあ、先方は申告でお願いします。はい、オッケー、はい、2ピガも OK です。さあ、エクスパーが先方で座る、2ピガは三宅、はい、三宅が行っちゃうと、ここはもうストレートで1位確定、はい。わあ、もう画面端、うわーった、コパンからのしのし歩いて、ボパン膝。画面端だとあれアントミにならないんですかね。理由にはアントミにならない、ならないです。もともと端は必ず引っかかりますので。あ、端だとですよね、はい。このゲーム、その端っこの引っかかりなんですけども、はいはい、あれはヒットストップがかかってると思ってください。あ、ぶつかった時にっていう。そうですね、はいはい、だから箱と一緒なんですよね、基本的には。あ、はい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 、どのタイミングで引っかかるかで残りのタイミングも変わるので、本当に不安定ですね。え、もうなんか全部こうアナログにっていう、今の
今のでもないけど、それこそウルフォーぐらいからはもうセットプレーでフレーム消費とかじゃないですか。ないっすよね。ないですね。あるんだろうけど。あるんだろうけど誰もやってないですよ。そう、誰もやらない。やる気にもならないぐらい難しいですよ、うん、うん。おーおーおー。中足刺さりまくり。あ、龍対剣だと中足中足の後入んないですからね、波動拳も。まあ中足大足が多分最大なんでしょう。中足と大足は発生が一緒なので、中足中足入るときは絶対に大足も入ります。うん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 。さあ端っこ詰めた波動拳波動拳波動拳。この前だと結構剣の遅い波動も有効だと。逆に強いんですよね。うん。そう思うんですけどね。弱波動弱波動弱波動みたいなのが飛べない連携になってます。はい。なかなか面倒くさい。じゃあ前飛びはできないってやつですね。さあエクスパーの動きに戸惑っている三宅だがかなりリードした。はい、空達逃げ出したら一文字勝てた。辰巳の着地に一文字、お見事。さあマキリー残り剣一枚で戦わなくてはいけない。剣がこっちに固まってるんですね。あー、そうっすね。さあ反対側のブロックは突進キャラばっかりな気がする。あ、そうでもないか。ハムキャラしかいないね。まあ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 、弾持ってるキャラがあんまりいないかも。さあ勝利切り返した。膝つかみを決めていくのは三宅。画面が緑色でどっちかよくわからない。さあマキリがリーチをかけたぞ。あとはじっくりレッパー届く。バックジャンプには引っかかっちゃうと。あ、しゃがみガードでも引っかかっちゃう。しゃがみね、削られない体力かどうかをしっかり見て、しゃがんだ方がマシってことが多いですね。さっき僕ホンダで やられた時、はい、早いタイミングでしゃがみキョキック出すとスカるんですよ。ほう、まあ、それ下の判定過ぎてってこと。間に合わなかったですね。ああ、後ろにあのぐるんといくやつ。ああ、はい、そっかそっかそっか、後ろに行ってんですね。はい、でも相当むずいですね。狙ってはちょっとっていう。そう、狙ってないと無理ですね。おお、いってそっか、狙ってないと無理だけどしっかり合わせるのも難しそうですね、うん、あれこれ生きてるかなと思ってやっちゃいましたね、うん、さあマキリ勝利。マキリストレートうまいですね。相当うまい。昨日大山のイベントなかったの。あ、そうなの。なんか確か5周目とかはないんじゃなかったですか。あ、そうか。そう、なんかその5周目どうすんだみたいなことを言ってる X おじさんたちが、あのツイッター上にはいくらか出没してたみたいですけど、はい、おっとマキリガンガン行く。マキリガンガン行きますね。ガンガン行く。おお、三段うまい。やる。ここ一文字選択したのは非常にうまいですね。完璧でしたね今のは。はい、さあこの近い間合い取りがダルシムにとっては苦しい、うんうん、マッツンさんはまずここ、はい、1手目入り込むまでが超うまいんですよ。はいはい、そうですよね。剣使いはあそこ見習った方がいいですね。なんでなんですかね本当に。プレッシャーはね、すかして前に来るからですね。あね、常に飛びを見せることでファイヤー打ちにくいみたいな、感じでしょうね。だその場で昇竜拳ブームやってるのは全然意味がないと。まあ実際 ね, ね、うわ、そう、もう前に行かんとしょうがないっていう。めくりというか裏落ちもしっかりガード、はい、竜と違って地上から中段が遅いので、うん、遠くで昇竜拳当たっても攻めが難しいんですよ。はい、そうですよね。置き攻めがどうすんのっていう話にはなりますよね。はい、どっちみちそこから、ね、もう一回生勝利読めやなきゃいけないんだったら前に歩いた方がいいですね。さあしかし鈴鹿が鉄壁を見せて 2-1。 鈴鹿宮チームが3勝全勝ですね。はい、全勝ですね。でエクスパーマキリがこれで3連敗と。そうですね。ヌルポガ大 VS2 回転やりましょう。じゃあここが勝った方が2抜けですね。2抜けですね。
2回転1人チームが 1P、 ヌルポが大チームが 2P。 はい、もう先方は決まっております。2回転本田対ヌルポが S 剣、キャラカード的には相当 S 剣有利、本田が厳しいとされていますが、この場合になっちゃうとどうでしょうか。投げ返しもしてない、投げ返しじゃない、受け身も取ってない。頭突き刺さっちゃう。2本目、ヌルポガさんは本田戦の経験値がどうなのかというところでしょうか。うわ、波動を打ちたいが大足が待っている。昇竜出したい、しゃがみ台、この前やっぱり厳しいですね。さあヌルポが大チーム、大将の大龍、さあどういう動きを見せるのか。さあとか言ってたらもう画面端、ここはしのげばまた一からなので、ホンダはもうこかさないと厳しい。対空ダイヤしっかりしてますね。オカマを行ったところに真空が置いてあるという、本田的にはちょっと嫌な感じですが出していく、まあ、ゲージは今ないので波動をちょっとずらされてなかなか飛びのタイミングが測りづらい感じに見える。昇竜しっかり待ってた、もうドットです。ここを素直に真空出してストレートで勝利。2回転バイソン出すとかなんかに昇竜が待っていた。カンパ4からグランドはヘッドの隙に波動だったけど青だったからクレイジー確定。ただここ真空だったら死んでたけども、まあだグランドに中足刺さって第1本目勝利。中足に大昇竜、竜巻、中盤グランドを動いちゃうと刺さっちゃう。これも動いたら刺さってた。さあ最終ラウンド、半端にファイヤーが合わさってた5数のところに長い投げ、飛びは昇竜は待ってますよと。この間合いでは戦いたくないですね。クレイジーがあるのでなんか間違っちゃうと昇竜が待っていた。真空ガードなぜかしている、クレイジー出なかったか。さあヌルポが大勝利で2位抜けがヌルポが大チームですね。こうか、じゃあトモザグリグラ対ユーズルクサ、はい、いきましょう。
トモザグリグラ対ユーズルクサ 1P2P じゃんけんで先方も申告までお願いします。じゃんけんは？先方は申告です。まあ相手はきついですね。これは負けたチームとジミーニーアが連戦となります。OK、 はい、それでは行きましょう。 1P がグリグラ、 2P がユズル。まあどっちがどう来てもきついという。フェイロンはできればチュンリに当てたかったことでしょう。 DJ ベガと DJ フェイロンだったら DJ フェイロンの方がおそらく終わってますね。メイクに入っちゃう。おっとコンボミス。これはステージに救われたか。劣化がガードされて死にかねない。さあ投げた、壊し投げ、レック支援ガードした、劣化が入る。さあ想像劣化がうますぎる。支援客こすってんじゃねえと。さあまだ 2P 側は余裕がある。さあグリグラフェイロンやっぱ火力が相当高いですね。殺し方、おっと劣化までつながる。支援客まだ打つ。さあおお、ジャンプ強パンチというナメプレイ。さあおバカさん、ジャンプ強パンチはめくれない ませんね。めくれないということが分かりましたね。さあ草チュンリー、この両チーム普通に優勝候補の2チームだと思いますが、さあどうなる。おっと前に歩いて投げる。あれ画面端に投げてしまうとフェイロンの投げが確定しますので、ここはうまくしゃがみからのテンションを使っていく。あれができるできないでフェイロン戦は大違い。あーっとディレイまでしっかり読んで最後は見てから合わせていく。2PDJ はそうですね、新しいプレイヤーです。ニュープレイヤー、もともと神戸にいたみたいですね。神戸というのは兵庫県、まあ大阪あっちの方ですね。さあグリグラがピンチになっている。おっと中足有酸臭い。あー野口支援が投げられる。草さん頑張って俺は応援してるから。さあ対照戦、友澤ベガ VS 草チュンリー。ベガチュンリーきついんですけども、トモザベガのチュンリー戦は相当定評があります。サイコクラッシャーの使い方がなんかもう一級品になってますね最近は。あ、逃げたり入れ替わりに使うのがうまいってことですね。そうですね、結構あれあの技横から勝つの難しいですからね。はい、それで逃げるの結構ベガは重要ですよね。うん、いろんなキャラで。おー来たか。お、スライディング、わー飛行ジャンプしたかった。絶対今の戦列です。絶対戦列、戦列が出なくても勝てる。戦列だったら怪しかったっすよ、むしろ。いや落ちてきてたからもう大丈夫かな。多分落ちますよあれで。あのベガも強キック出してたんで引っかかると思います。あー1ヒットはダメか。1ヒットで死なないかもしれない。死なないかもしれないですね。まあそれはさあ、それおー、いい反応したが
いやうまいな、実にうまい。さあくぐりをしっかり落として、なんか出た、うぇーい、ドーン。いや相変わらず切れてますね。あ、リーグなんすね。さあファイナルラウンドもつれ込んで、さあすぐそれだけでも戦えちゃう、やんなくてもいいという、この辺がキャラ差なんですけども、まあ、ベガもやれないことはないですね。さあ空中ヒット、おっと、そうガード、あれはガードしない、ナイスガード、おお、うわ見てる。いや友田さんね基本的に見てないんで全部読みなんですけど、大体多分、おお、夢がサイコ炸裂。いやー死んだ死んだ。さあ勝ったの友田グリグラ、負けた方が連戦です。はい連戦です。ジミーニア、ニアさん今日なんすか、ホンダ、ホンダ、ホンダとブランカ、じゃんけん、ホンダブランカじゃんけんしてください。さあまたしても超きつい組み合わせ。This game are amazing to watch. ありがとうございます。まあね、20年もやってりゃそんなに上手くなりますわ。さあここで出てくるのはジミー・ブランカ。ジミー・ブランカはあんまり表舞台に出ないんですけども相当強いプレーです。さあ今で言うと。ネモブランカとどっちが強いって言われたら僕は微妙な感じだと思います。ジミー VS ユーズル DJ、 ジミーとニーアーホンダですね、ワンピー側、うん、さあしかしちょっとね相手のチーム編成が悪すぎる。おー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 、立ち中パンチ、おお、すごいすごい、あるよあるよ、うわー、うわー、中パンチ弱いとかいう、うわ、あ、届かんかね、おお、最後はくぐられてもおかしくなかった。そうっすねー、いやーかなり迫ったけど、オーストラリアから見てくれている方がいらっしゃるみたいですよ。Thank you ロスハーディー、ありがとうございます。さあニーヤーホンダが一人で DJ とチュンリーを食べに行くと、はい、ニーヤーさんだったらこうなんかワンチャンで殺す、あ、もう全然ありそうですね、メーターをいっぱい持ってくる、うまいうまいうまい、おお仕込んでる、当然のように仕込んでる。さあドット戦になって、ここは4回削り、これゲージ持った方がいいんじゃないですか。そうっすよね、鬼無双あれば、あ、この間合いは無理普通に頭突きだった。いやゼロドットだった、今ゼロだったんで、画面が見えていない譲れ、おお、さあこれニーヤーチーム勝ったら、はい、次ご褒美ですからね。メイロンとベガしかいないという、ネタ、完全にネタですねネタというかこう両対応の、両対応そ極まる、あ、優しかった、優しかったけど中パンが強い、スライディング確定ですね、はい。さあ、まあホンダはやるしかないです。そうですね。どうやって前に歩くか。
うわ、しっかりっマシンガンまでやってるのはすごい。さあ、うわそう、ダメだった。ちょくちょくね、スラとかあの前飛びとかをやっぱ混ぜてきてるのが、そうですね、うん、なかなか追う側としては厳しいですね。 2-0 で勝ち。ではトモザグリグラ対ジミーニア、はい、そうブランカホンダ対フェイロンベガ。これフェイロンベガ相当苦しいですね。ジャンケン勝ったんなら選んでください。じゃあリセットお願いします。緑のボタンです。はい、じゃあクレジット入れてください。上のピンクです。はい、ありがとうございます。それではこの試合でトモザグリグラが勝てば1位抜け、負けたらトモエ戦なので代表者戦でいきます。代表者戦は、まあ、DJ 持ってるチームがいるので相当苦しいでしょう。さあジミー・ブランカがまずは先手を取っていく。おー、うまい。よく見ている。フェイロン戦はよ、さすがに慣れているジミー。歩いて支援客。これフェイロンなんでしたっけ。はい、結構フェイロンじゃなかったですか。これ結構フェイロンですね。そうですよね。さあ名勝負が生まれるとしたらこういうカードのことが多い。はい、ジミー・ブランカの、いやー噛む、うおージミーがとてもうまい。さあ支援客、そんなところ打ってくる。劣化系確定、これは減りまくる。うおー、前捨てからのか、噛みついてジミー処理。あとはベガを噛みつけば終わり。いやいいですね。僕はジミーさんを応援しています。これでも勝敗でやるんですか。トモエ戦、トモエ、うん、代表者戦、代表者戦。じゃあ僕は出ないです。出ないの。出ません。今のうちに言っておきます。 DJ 全キャラに有利だよ。え、 DJ 全キャラに有利だよ。いやそうなんですけど、あの一番いけるフェイロンに負けたんで、で出る幕はないです。さあここまではジミーペース。うわあ、逆に択は嫌ですよね、振り側は。そうですね、あそこバックジャンプすると2ミサイル最速早出し以外はあのバーチカルに負けるんですよ。中キックですよね。そうですね、まあ、ジャンプ中キックというか早出しすると、はいはい、今度遅めバーチカルに対応できないんですね。そうですよね。なのでこれは行った側が択をかけられるという形ですね、はい、有利側が有利な、はい。さあジミー・ブランカがめっちゃうまいぞこれ。さあダブル2、これうまい。壊し重ね、あれは何でしたっけ、プライムさんが動画でやりましたね。壊しで、そう、福岡の方が作ってみて、はい、作ってましたよね。弱々中ダブル2、相模弱キック重ねて弱中ダブル2とローリング食らってもダブル2が入って、ハミツキ以外は対応可能と。ああリバサカミスキーは、はい、今のって入れ替わるから、はい、ブランカ側着地なくなりますよね多分。投げられると思うんですけど安定かどうか分かんないですね。このゲームの振り向きは本当に闇なので、あキャラにもよるんですよ。あの後ろに投げがあるかどうかみたいなやつですよね、うん、さあ投げる。さあこれでニアホンダが引きずり出された。ユーベガを切れさせた男ニア。100番から逃げ続ける男、100番から逃げ続ける男。さあいやー、頭突きしっかり
うまいな。ワンヒット確認しておる。ピヨンない。そしてとっておきのネタ。うわ、ガードする。さあこれ確定取っていく。おかま切りの方がいいかなと思ったんですけども、体力的には今張り手が正解でしたね。そうですね。うおお、危ない危ない。あれガードできるんだ。これはさあ投げる。そう、トモさんの必死の投げ返しが大成功。あら、うおー、危ない。続き投げる。そして100巻。うまいな。ガードした。はい、ここがあのそろそろみんな気づいた方がいい最後のヤバいところです。あれでも入れ替わるから隙なくなるみたいなこと。そうですね、画面端で最後のあの攻撃判定でガードしちゃうと、ああその後すごいヤバいんですよ。スーパー有利に。そうですよね。ベガン側は膠着終わってから振り向くんですけども、さあこれはいい勝負している。おかまぎり100巻に行く。さあここで俵投げ、そしていろんな技がループする。さあ早出し勝負。あ、腹だった。ニアが勝利でこれで2-1。全部 1-1? 全部 1-1 なので、ダメ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 、俺も勝てないから。はい、代表者戦です。俺勝てないから。代表者1名で、代表者戦がループしちゃったら代表者のもう相方がもう片方出るという形にします。じゃあ出よ、しょうがない。それはトモザ、グリグラ、ユーズルクサ、ジミニア、代表者1名。代表者は言う感じで。代表者は今多分草って言いましたよね。トモザ、ユーズル。でこれは、数字の悪い方から出していきますので、ジミニアーチームが最初に出す。でトモザ、グリグラが次です。はい、それでは、ワンピー側、じゃあリセットしてください。上の緑のボタンです。トモザ、グリグラチームは、トモザ、はい、それではジミーブランカ対トモザバイソン、ダメですよ。ダメなんすか。キャラ編はダメですね。ダメなんすか。エクセストルールという。エストでもリーグじゃないっすよね多分。 リーグじゃないんだっけ。トーナメントかな。トーナメントじゃないっすか。トーナメントの一発。あ、一発じゃないか。決勝は一発だと思うんですよね。いや、去年は一発ですよ。そうだっけ、はい、トーナメント、トーナメントか。うー、そうだろ。見てからあれ。なわけないね。うわー、投げ合い勝っているの。しかし、ここでいやー、当たんないですよね、あれ。仕込み大パン安定。大足も入ることはありますけどもね。うわー、とここで一回見たものは食らわんぞと。さあ、ジミーブランカ、かなり温度差があった。さあ、入れ替わった。さあ、入れ替わっちゃうとためがなくなるんですよね。さあ、噛めない。最後で逃げるですよね。逃げますよね。でも、あそこの最後は垂直ジャンプされてると落とされて、今度は簡単に飛びが重なるので投げ角をもらいます。あ、垂直で引っかかるんですか。はい、読み合いなんですよ。前飛びするか水ジャンするか。飛びをガードした後の水ジャンっていう選択ですね。 あ大キックだからそこまで。おっと、引っかかって、さあジミーが取った。え、このまま入ります。そう、このまま入って。弱キャラの欲しいジミーブランカ、こんなプレイヤーがケイにはたくさん眠っていたという。さあ、うまいな。
さあスライディングとソバットが1位、これは運が悪い。まあ厳しいながらソバットが飛んでくる。ジャンプ強キック、空対空が強すぎる。ね、これでこの勝負が終わって、星がつかなかったら次グリグラさんが出るという形です。うわー、非常に運が悪い。いてもう2回削ろうとしたところって感じかな。さあユーズル勝利で次グリグラですね。 あれえ、あ、そういうことなの。そういう、あ、はいはいはい、あれ負けたチームか、そうか、あ、だいいね、そうだね、そうだね。いや、友田さんが、あ、いや、いいんだよ、これここでもう出ていいの、ここで出ていいのと。グリグラさんがもう出て2周目に入ってるから、これ、うん、はい、いや、もう一回出してる、負けてるから、これでリーチかかった状態で、で、次出るのがニーヤさんです。あ、違うな、ユーズル君がこれ勝てばもう終わりですね。おっと、ピオッター死んだ。はいはいはい、グリグラフェイロンがノリノリだ。これ野口さんじゃなくてこっちの方がいいんじゃないかな。さあ中足めくり、あー、おじいちゃんに戻る。あそこを逃してたら DJ 使いとしてはどうなのか。さあしゃがみ中キック、さあレッグ入ってコンボつながらず、中足おじさん、あー、ダメだった、これはダメですね。よ、勝ち抜けは、いや違うな、2抜けもあるから、はい、まだ分かんないですよ。さあ最近というか創造さんの開発した DJ の中足に対しての最大は何かという、その答えはあの中段ではなく劣化圏だった。さあ、あの立ち強キックはレック潰しかな。さあ痛い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 、これはある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 、おバカさん。さあグリグラ強い、ニーヤさんです。いやー、ニーヤさん応援してます。で、この次の試合は草くんが出ると。あ、そうっすね、はい、で グリグラが2連勝したらこれ1回抜けるので、あ、そうだ、終わりだから、だからその場合は草対友さんになりますね。あ、そういうこと、そういうことです。さあニーヤホンダが本気を出せるのか。さあ繋がってしまった、これ珍しい。さあ攻めすぎではないのか。うわー、うまい、とてもうまい。グリグラフェイロンが少なくとも話は超えている。そうですね、それはそれはイエスですね。あー、ずつけー、ずつけー、うわー、攻めすぎではないのか。おっ、ガードした、若干うまい、ついにガードした。あれ、あ、なんで中断、なんで、うわ、なんでなんで、今の鬼無双ですね。さあグリグラが勝利ということで、ここが1位抜けですね。え、2位抜けは、いや、2位抜けはこれから決めます。じゃんけん、トモザ対草。あ、そうか、うん、代表者戦で、あ、頼むよ、これ リセットしてください。頼むよ草さん。
え、いや私はフェイロに負けただけです。さあトモザ対先にん、あ、勝ったのか、ごめんごめん、ま、間違えた。草対誰だ、先に出たのがジミーさんか、そうだね、ジミーさんだね、うん、でもジミーさん、草対ジミーになります。草くんがワンピー、いやーこれは楽しみですね。こうなったからには草さんは応援しません、しません、しません、逆に逆にここは草さんにプレッシャーをかけます。優勝候補がなんか事故ったとかではなく今普通に負けようとしてますからね今、はい、いやでもあの毎回草さんと組むんですけど、はい、あの優勝した客ないんですよ言うても。え、でもゆうずるくんって大体優勝してない、2on2、いやそれはあの俺がうまくいってるだけで草さんいつも弱いんでそういうのもあるんで、なるほど、もうあの両方調子よくいきたいねっていうことで、なるほど、あの綺麗に勝つまでは組もうっていう、あの俺が勝手に決めたんですけど、お前に逃げるいやあれ新しい、いやでもああいうなんか起点が必要ですよね。そうですね、ブランカとか特に無敵がないキャラはああいうのでかく乱かなり必要だと思いますけど、あれチュンリチカよくやるんですけども、ブランカへの置き攻めで、ああ、勝っちゃった、残念、なんだ応援してないのに。さあユーズレクサが2位と2位で今日では、はい、ね、B の2位なのでここユーズレクサでどっちが入るかを指定するわけではない、1位抜けの方が選べる形にしたかったんですけども、2人チームだから、ヌルポが大か、では、鈴鹿宮と友座グリグラ、ここはえやるの、いや違う、これは選べる、まあそうですね、逆の方がいい、逆にしとけば、じゃあ逆にしますか、選びたいよね選びたいよな、わかるよ、どうする、選べ、選べばいいんですよ、じゃあそこだけじゃんけんすればいいんじゃないですか、ここだけじゃんけんしますか、そこだけじゃんけん、はい、じゃあじゃんけんして、じゃんけんして、どっちもがこっちに入りたいっていう感じなんで、じゃんけんで最初はグー、最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょい、こっちお、草さん意外と俺ら嫌がられてるぞ、よかったね、ゆずるさんちょっと今日、はい、それでは決勝トーナメント始めていきましょう、はい、ヌルポガ大 VS トモザグリグラ、 1P2P はじゃんけんです。第3いました、リュウエスケンですか、まあキャラ的には全然わかんないですよね、そうですね、なんでも DJ、まあ、チュンリーよりはマシなんだよ、まあそうですね、いやでも今日ぐらいはあの フェイロンは言うほどいけ、あの楽ではないっていうのを言いたい今日ぐらいは終わってる中では一番マシっていう僕の判断、なるほど、8位は絶対にないです、うーん、な 7.5 か7か64まではいけるって言ってましたからね、想像さんは。さあ決勝ブロックの分かんないです1試合目、ヌルポガエスケン VS トモザベガ、でも大パンタッチパンかな、いやー運が悪い。さあこの組み合わせもゲロキツの部類に入りますが、ベガがですよね、ベガが超きついですね、画面端に追いやると終わりと思っていいでしょう、あーそっか、さあしかし
相手は百戦錬磨、はい、逆に追い詰められている。裏に回れます。あれはさあヌルポがちょっと相手のキャラのことをさあこれはめくりが壊しバックジャンプ、あれペコさんもやるんですけど何なんすかねさあ連キャン、あ連キャンで駆け抜いできるとか、いやあと、うわーナイトメア昇竜が空を切る友座勝利。いやベガの小キックは投げたら終わり、減りますからね。ユーズルクサ対鈴神谷、じゃんけんしといてください。じゃんけん最初はグーじゃんけんほいえいツーピー、じゃんけんは勝ってます。じゃんけんは勝ってます。さあ大龍がここまでかなりの活躍中、昇竜かくったっぽいぞ今の。さあしかしダブルに入ってめくり画面端に隙間がある、いやー引っかかる。さあバックジャンプバレていた、とりあえず削ってダブルに連携が続く、うまい。ちょい下がりカニ、はい、あれは確かに波動引っかかりますね。さあ密着中ゴス、まあ、中ゴス打つならね密着ですよ。いや投げる あれに投げ抜け押し込みたい。そうですね、その後ね大足を猛連打するといいですよおーっと詐欺重ねして、あー着地してこれはうわっかくらない。あ竜まだゲージないのか。いや引っかかっちゃう、投げるこれ前最高お。めくりではないでしょう今のは。はい2位ミサイルはめくりじゃないですね。友座グリグラが勝ち上がり、じゃあユーズルクサと鈴鹿宮、はい、じゃんけんは終わってます。ワンピーガーのはず先方申告でリセットをしてください。リセットしてください。イグゼットあースタート連打、よし、じゃあ先方は OK、 はい、それでは行きましょう。 1P 側ミヤケン VS2P 側ユーズル DJ、 はい、決勝戦の1回戦、はい、最終試合、ごめんなさい準決勝って言うんですね。準決勝ってますね、はい、準決勝。さあここまでは、うん、鈴鹿ダルシムパワーもありましたが三宅の動きも あんまり悪くない、うん、対するユーズル DJ はいつもよりちょっとそうですね、いろんなものが欠けている感じが。さあジャックナイフ、あと逃した、それあのうわジャンプ強キックがくっそ長い、うわ今着地を投げに行きましたが、そうですね、ガード入れてなかったら間に合うと思うんですけど、うん、さあ下がってガードで一気に画面端、ここがきつい、足はきついですよ、切り返すのが。空撮で逃げる人が多いんですけど、はいはい、あ逃げられないですよね結局。あーまあうわー飛びから生波動強引に行きましたねかなり、はい、三宅はやっぱ思い切りがいいところが、うん、そうですね、やっぱ剣そういうのがないと逆に怖くないっていう。そうですね剣ですからね、うん、じゃあ竜使いよってことになっちゃいますからねうまいうまい、やっと封じ込められた。ここはさあ鈴鹿に託される、
これはちょっと展開的にはユーズルクサチームは理想的な展開、ね、チュンリーも残しつつダルシムと勝負しに行くっていう形を、はい、まあ、2人がかりという、そうですね、さあどっちが自分らのチームどっちがきついかっていうとどっちもきついけどダルシムの方がマシでしょ、ダルシムの方がマシかな、まあ鈴鹿さん俺が殺せないとなんかいつもねベガをはめ殺してる絵ばっかり見るんで、まあ、ちょっと嫌なイメージなんですけどね、なるほどなるほど、はい、しかし鈴鹿がここもおっとここでかかってボス、あーあーいうちでもいい体力二段構え、スラストも発生早いのは許すんで、はい、隙をもうちょっと増やしてほしいですね、あーそれは、ね、今みたいなのが多すぎるんで、うん、おっとお届く、うわーインフェルノ置いてある、それはきついだろう、一生ファイヤ ー両が死ぬまでファイヤー、ここはきつかったっすね、 DJ あの前なんもできなそう、スラカラキャンジャックとかで抜けられる、ちょっと遠いですよね、引っかからないから結局 やり直しっていう、はい、じゃあ終わりじゃないですか、バックジャンプしてエアスラー総裁してその後読み合いですね、あー厳しい、さあここは勝負どころ、投げる、うわインフェルノ警戒させて投げる、さあしかし、さあチュンリーあるある、飛行が引っかかって、おっと投げ返しじゃない投げ抜け、ああ厳しい、インフェルノガード、ここはまあガードですね、ナーク、あそこよくガードしましたね、さっき投げられたのに、はい、あそこはガード、まあ下段食らっちゃうとそのまま死んじゃいますからね、そうですね、投げの方が安いと、はい、割り切りましたね、まあ、2回ぐらいは投げられる感じだったのかなと、うん、であそこをこする技を背中掛けにすることで、はい、インフィールドも避けたりするんで、なるほど、あの体力だったらまあ中盤ぐらいだったら OK ですね、はいはい、生きれるよねっていう、おっとおー戦列出していって、あー難しい投げ、あーこれすぐすぐ決勝戦はトモザグリグラ対ユーズルクサリベンジマッチ、さあ先方申告でお願いします、ワンピーチュッピーじゃんけんですね、ツーピー、はい、ツーピー側はどっちが先方出るのか、ガイル今日いないですよ、はい OK、 では先方決定いたしました、出てくるのは草チュンリー、そしてグリグラフェロン、さあ開幕レッグ客をしっかり見てから落とす、さあ一時は話をして関東で一番フェイロン戦ができているのは草チュンリーだという話までしていましたが、最近はフェイロン戦やる機会がなかったのがちょっと落ちていた様子、しかしツイッターを見る感じはだとこれじゃあかんと思い直したんじゃないでしょうか、フェイロン戦を考えている、大会だとどうしてもチュンリーを見たら出てくるキャラの一人ですからね、さあ戦列ガードさせて、さあチュンリー非常に冷たい立ち回り、タッチキョーキック完全見ている、さあこれはやばい、レッグをちゃんと潰して完璧な立ち回り、あれは完全に見てから押しますね、
さあ、トモザベガ大将、一人でどこまでいける。さあ、開幕ダブルインが前投げ、先ほどはきつい中でもとどめのサイコが一戦し、トモザが勝利した。スラを投げる、さあそこをミスっちゃうとまずいんじゃないか。さあナイトメアミス、さあどうなる。まあ貢献はこの状況だとあまり意味がない。バレてる、おお今のはうまい、高めで攻撃を当てずにジャンプチューパーすかして投げる。さあトモザベガのチュンリー戦非常にうまい。これは弱中ダブルにまだ知らない。さあと上りトマホ食らって大将戦優勝するのはどちら。トモザベガは草チュンリーに2連勝と、これは相当でかいですね。さあ開幕総集っぽい飛び、さあジャック暴れて表、さあエアスラ食らっちゃった、エアスラ食らっちゃった。さあよく見ているユーズルの、おっとコンボを選ばなかったが中盤2へ。さあユーズル草チーム優勝にリーチ、開幕またしても飛んでくる。さあしゃがみ強パン置いてあって見ている、本当か、あーコンボが、コンボがおじいちゃんとてもうまいのに。さあなあとダブルにある、投げる、さあ命をつないだ友だ。ベガ結局投げですね。さあ3ラウンド連続前飛び、さあユーズルが画面端に詰める、端っこは本当にきついですからねこれ。さあ体力3まで奪って、おお入っちゃった、トモザがやりおった、優勝はグリグラ友達チーム、おめでとうございます。いやーすごかった、よく飛んだ2代目ユーベガですわ。じゃあ一言ずついただきましょうか。じゃあマイク取ってください。じゃあグリグラさん、はい、友田さんのおかげで優勝できました本当にありがとうございます、楽しかったです。では友田さん、グリグラさんのおかげで優勝できました特に DJ 戦がきつかったんで、よかったです、ありがとうございました。よくやりましたね。さあお疲れ様でした、本日のイベントはここまでとさせていただきます。皆様ご視聴参加ありがとうございました。いやーよかったっすね、すごい飛びだった。ぜひ大将で Well played。
はい、では今日は申し訳ありませんけども配信はここまでとさせていただきます。また火曜日東西戦もしくは次の日曜日ですね、イベントお待ちください。お疲れ様でした。